はい、皆さんこんにちは、こんばんは、はじめましての人ははじめまして、白子です。今回もまたバトルロードやっていこうかなと思ってます。今回は劇場版ボス。さあ誰かいるかな。なかなかいないっすね。劇ボスおらんのかな。ああ三突か。あ、二次ね、二次狩りましょう。ではこんな感じのパーティーで、リーダーはブロリーじゃなくてターレスにしました。そうすれば LR のブロリー連れていけれるんで、そういう風にしました。では見ていきましょう。ターレス2凸の LR ブロリーが1凸で、ゴルフリーは1凸で、ジャネンバが2凸のクーラー連れていきます。2凸です。でこちらブロリーが1凸で、こちらフレンドブロリー2次です。ではこんな感じのパーティーで大丈夫かな、やっていこうかなと思っています。はい、行きましょう。まあできると思うんだが、どうだろうね。最初はハイヤーってことはクリリンいるかな。あとピッコロいいね。 OK、 やっていきましょう。お、並びはいいね、並びはいい、すごい。ではやっていきます。とりあえずどうしようかな。うん、こんな感じで OK で、ダメージカットしつつ、まあ、ご飯ちゃんが必殺技打ってくれたらすごい嬉しい。そうすればターレスに来る確率はないので、うーん、難しいとこではあるんですけど、アースブレイカーで、お、会心102万、 OK、 来た、嬉しい。はい、魔先行でダメージカット働いて24000で、魔眼光殺法めっちゃ飛んでくる。はい、24000、これは美味しいですね。でもで、ジャネンバーも同じくご飯ちゃんに攻撃、ライトニングシャワーレイン、で152万めっちゃ食らった。で、ターレスは、クリリンに攻撃してもらいます。73万、気絶は入らず、もう一発追撃 OK、 12万、まあまあ結構食らったけど大丈夫でしょう。ではですね、アイテム使った方がいいかな。一応アイテム使っておきましょう。ウィスかな、使うとしたらウィスだ。で、ブロリー、ブロリー、 OK、 1個ずれたね。わあ、それ取るか、それは取ってほしくないんだが、まあまあこんな感じで、まあどうかな。ダメージカットしてくれると思うんですけど、だいぶごめんなさい、アプリからの通知が。ほい、クリリンはまあ大してダメージ与えれてはいないですね。あ、間違えた、クリリンを攻撃すればよかった。クリリンじゃないわ、ご飯、ちょっとクリリンにターゲットいっちゃいました。ただまあこれでご飯倒せれてよかったけど、クリリンの必殺技やっぱり飛んできた。これはどうだ、20万、めっちゃ食らった。はい、オメガブラスターでクリリン、もう一発オメガブラスター、ちょっと痛いな、もう一発、あー、ないか、もう一発、もう一発、もう一発、 OK、 OK、 これでクリリンは倒せました。耐属性が多いね。 OK、 OK、でここで、先祖を使います。で先頭はどれがいいかっていうと悩むんですが、これでいきましょう。うわー、結構取っちゃうな。まあまあこれはこれでいいや。でブロリーで打ってもらう、こんな感じで。まあ、これはガードが働くんで美味しいですね。はい、ライトニングシャワーレイン、あとまあウィスの効果もあるんで避けてほしいね、避けてほしい。さあ当たるか。はい、ボンボンボン、はい、からのブラッディスマッシュで会心は入らず52万。はい、ここでブロリーが覚醒する。さてどういう配列でいこうか。まあ基本ならこうですよね。でこんな感じでいきましょう。
はい、これかっこいいっすよね。グオー、はい、ギガンティックカタストロフィー、消えろ。あー、もう一発。あー、ないないか。まあいいや、オメガブラスターで倒せますね。もう一発必殺技、必殺技飛んでたら、まあ倒せてたんですけど、まあまあいいでしょう。じゃあ次のステージ行きます。次はなんだ、次は悟空。悟空ということはベジータか。めっちゃいいんじゃん。てか数多ない、数多いな。では変身カテゴリー系でいきます。これだと下がるのやっぱり。クーラか、クーラ、まあいいか。とりあえず悟空、悟空、悟空、こんな感じで全員悟空。 OKOK、 はい、有利属性ですね。アースブレイカー吹き飛べ、80万。あー、まあ大丈夫。 OK、 1万。おー、いいね。もっと打ってきてくれ。 OK、 58000からのライトニングシャワーレイン。オッケーオッケー、だいぶ削れてきてるね。はい、からのデスクラッシャー。あとはベジータの必殺技ぐらいか。あ、多分来ないとは思うんだが、どうでしょう。で、次ヘビ姫使います。オッケー、来なかったね。ではヘビ姫使います。で、全体攻撃をしてもらいましょう、ブロちゃんに。うわ、これリンク弱いな。このブロリー、そうなんか、そう来る？まあ、いっか。働かなくても、まあまあ、損はない。一応、悟空攻撃しとこう。こんな感じで、まあ念には念をして、はい、ブラスターメテオ多分倒せるとは思うんですけど、はいはいはい、オッケー、トランクスには会心が入ったね。はい、こっからのブラッディースマッシュで、で確定で追撃もう一発。はい、数打ち当たるせんからの、ただの踏みつけ。オッケー、これで悟空倒せましたね。で、お、めっちゃ食らったよ。はい、オメガブラスターもう一発。で、こいつは基本的に連続攻撃寄りに振ってます。回収はほんのちょっとだけ、まあ上昇するんで。オッケーオッケー。で、またゴルフリは先頭に置きます。で、こんな感じでいこうかなと。で、ターレスは、まあ、トランクスいいや。悩んだけど。痛い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 、痛くないけど。はい。まあ、ドッカンモード、ドッカンゲージもね、いい感じに溜まってるんで。まあ、最終局面で打てれればなと思ってます。オッケーオッケー。これで気絶入ればでかいけど。入らないか。なかなか入らないよね。先頭の準備。おお、危ねえ。はい、ここでブロリーが覚醒からの、もう一回ブロリーが覚醒。こっちの方がかっこいい。まあ LR だからね、しゃあないけど。では行きましょう。先頭を食べます。どうするかな。とりあえず、はい、カガロットはもういません。もう倒しちゃいました。ってな感じで、ブロリーでトランクスで、次のブロリーでベジータで、クーラー、こんな感じで。
OK。 これでトランクスは排除。はい、オメガブラスターが飛んでくる。ごめんなさい、間違えた。ギガンティックカタストロフィーだ。はい、OK。 回心入らず150万、めちゃくちゃ与えたね。もう一発。これでベジータのディフェンスも超幅低下からのブロリーでとどめを刺します。142万。はい、ブロリー見せてやる、お前の本気を。はい、ギガンティックミーティアグミをポイッチョ。187万、化け物ですね。やっぱりなんだかんだ本当にブロリーが活躍するようなステージですね、このステージではやっていくんですが、まあここはもちろんこういった並びでやっていこう。で、どうだろうな、トランクス、トランクスじゃないわ、ご飯ちゃん狙った方がいいね、これ。ただ気力が乏しい。うん、無理だね、打てないから。こんな感じで打てねえな、なかなか。あ、しかもアースブレイカーでミスったな、これ。まあいいでしょう、これ逆に打たない方が良かったかもしれんね。はい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 、うん、打たん方が良かったね。まあまあいいでしょう。はいはいはい、ほい、はい、アースブレイカー、はい、会心入って173万。今更なんですけど、ドッカンモードの全体攻撃の効果って全体には入らないんですけど、攻撃対象だけなんですよね、今更ですけど。11万。はい、ポイッチョ。 OKOK。 はい、もう一発。まあウィスも残ってるし、あ、ここで回復でかい。はい、ドーピングしていく、ムキムキターレス。ではここはですね、お化け使います。お化けめっちゃ余ってるね、余裕でしょ多分。でターレスとブロリーは一緒にした方がいいね。でちょっとコロコロ変えるのはあんま好きじゃないんですけど、こんな感じでいきます。これで、トランクスのゲージとゴテンのゲージをある程度減らします。でそこからのブロリーの、ブラスターネットで倒せれればなとは思うんですが、どうでしょう、いけるかな、多分無理だとは思うんですが。で高確率気絶、カラミティブラスター施設入ったね、からのブロリー。はい、ブラスターメテオ、うんうんうん、オッケー。はい、オッケー。でここではまた同じような配列でやっていきましょう。とりあえずトランクスで、ごはんちゃんを攻撃してもらいましょう。でこいつもごはんちゃんを攻撃してもらいましょうか。で今運よく、まあ、気絶もごてんちゃんに入ってるんで、まあ攻撃回数相手は減ってますね。はい、 OK。 46000。はい、アースブレイカー、ほい、 OK。 これでトランクスは撃破からのライトニングシャワーレインで、まあごはんちゃんの HP もある程度減らす。でデスクラッシャーでご飯がミリ残しぐらいまで行ってほしいんだが、ないかな。怪人入ったらありそうなんだが入らないね。 OKOK。 はい、ここでブロリーが覚醒。さてやっていこうかしら。ごめん、お化け使う相手にしたらもう地獄ですよ。でここはですね、ブロリー必殺技は、あ、アクティブを発動させます。はい、激おこぷんぷん丸で、ごはんちゃんに
ギガンティックミーティアからのこれのこれでいきましょう。ご飯茶じゃない、ごてん茶。はい、無駄なことを今楽にしてやる。はい、ギガンティックミーティアをごてんちゃんにプレゼント for you。 ホッケ355万。あれ、これブロちゃんで肩がつくんじゃないの。ほい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 。あ、肩がつきました。194万。 OK、 クリアできました。結構余裕でしたね。はい、 OK。 はい、初クリアとなりました。で、キャラはまあこんな感じで、でアイテムは6個ですね。合計2個残し、まあ最後の1個使わなくてもよかったかなと思ってます。でリーダーをターレスに置くと LR のブロリーが入れれる。 LR のブロリーはまあアタッカーとしてかなり優秀で、打った後はディフェンスもちょっと上昇するんで、まあ入れた方がいいかなと思います。でゴルフリは絶対入れた方がいいです。でジャネンバ、こちらも入れた方がいいです。まあ壁役としても優秀、回避もできるといった感じになってます。でフレンドは、劇場版のね、ブロリーまあ入れた方がいいかなと。今回まあ劇場版ボス3体ずつが多かったので、まあ全体攻撃として入れた方が良かったかなとは思います。であとの2体は別に何でもいいかなと思います。うん、まあ何でもいいと思う。はい、てな感じでね、ご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録とよろしくお願いします。まあこのパーティーが参考になればね、ぜひ皆さん使ってみてください。それではまた皆さん、さよなら、バイチャー、See you, goodbye!